式会社メクマの吉浦と申します。今注目されてる、まあ、民泊やカーシェアのようなサービスを比較的簡単に作ることができるプラットフォームを作ってます。まあ、今まで物を所有する、買うっていうものを、有給の資産をみんなでシェアし合う。例えば車って持ってても一日中乗ってる、毎日乗ってるわけじゃなくて、週末だけ乗ってる人とかの空いてる時間の車を、まあ、好きに貸し出すっていうサービスですね。まあ、インターネットの、まあ、つながりを利用して全く知らない人にも、そういう自分の持ち物を貸す、で対価をもらうっていう。で、まあ、物だけじゃなくて、まあ、自分の得意、例えば料理を作りに行ってあげるよとか、空いてる倉庫を貸してあげるよ、自分の家の軒先をイベント用に貸してあげるよっていうのが、まあ、分かりやすいシェアリングサービスの例じゃないかなと思います。まあ、メクマは例えば今現在なんかネットショップを始めようっていう人が、全くゼロからネットショップを構築するわけではなくて、まあ、ネットショップの構築サービスを使って自分のショップを作るみたいな感覚で、自分が考えたシェアリングサービスを、比較的短時間に、まあ、安く開発できる、スタートできるっていうのが、まあ、メクマのコンセプトです。注目されてる場所っていうこともありますし、一番、まあ、宮古島がいいなと思って、やっぱ旅行者が、例えば趣味で自転車を持ってくる人もいるけど、そこまでしたくないけど自転車に乗りたいとか、とてもまあ、僕らのやろうとしてることと、まあ、マッチしてるんじゃないかなと思って。やはりその余ってるものっていうことなので、みんなで分かち合って使うっていうのは、やっぱりエコにつながるとは思います。そもそも福岡と宮古島2拠点でやってるっていうよりは、まあ、メンバーが、まあ、関東にいたりとか海外にいたりするので、もともと場所の制約がほとんどなかったので、まあ、宮古島という素晴らしい環境と、あとはもうやっぱりシェアリングエコノミー、シェアサービスで、まあ、地域をの課題を解決するっていうのを手伝いたくて宮古島に、と、まあ、福岡でやってます。まあ、同じような考えを持つ人、同じような業種の人に、まあ、気軽に来てもらいたいなという感じで、まあ、委員会に関わっていけたらいいなと思ってます。まあ、誰か素晴らしいアイデアを持ってる人がいれば、宮古島はなんかシェアリングエコノミーのなんか先進地みたいなのにはなれるんじゃないかなと思って。